はい、たった今あの手作りのスチームアイロンマット、スチームブロッキングマットですね、でアイロンかけてたベストです。これにボタンをつけたいと思います。ボタン付けの動画なんかなんでって思われるかもしれませんけど、ちょっと私は私のいつものやり方をご紹介したいと思います。まあ、まずこれ通るかどうか確認をして、はい、通ります。で、同じ糸を、これ束になってる糸なんでね、編む時もそうですけど、目が割れやす、糸が割れやすくて大変でした。通すのもちょっと、私はドッキンガンなんで遠近両用よりも裸眼の方がよく見えるんですよね。こうやってあの輪にします。私いつもこうやって輪にします。それで何でもそうなんですけど、何か取り付ける時とか、とにかく針で縫う時はいつもこうするんですけど、あの裁縫でもそうです。こうやって輪にして、これでまあボタンつける時はこれ合わせて、こうやってこうやってこの位置、だいたいこの穴のど真ん中にこうやって針を入れますよね。でね、でこうやって抜いてしまいます。それでですね、でボタンをボタンにこうやって糸を通しておいて、この結んでこう輪になってるここですね、でこれに針を通しちゃいます。なんかこうするととっても安心な気がして、こうやっていつもつけます。こうするとあの抜けることがないかなと思って、あとはもう普通のボタン付けですよね。でこれはもう束になった強い糸なので、このぐらいで、ごめんなさい、花粉症じゃないんですけど、ここ、特にニット物の場合2周ぐらいぐるぐるっとこうやってあげた方が留めやすいと思います。でこうやってぐるぐるっとしたところに針を出す、あの抜いて、でこれまあこうやって1回ぐらいは玉留めしますけど、あとはもうできるだけ糸が抜けない場所に結構慎重に、これもまた輪っかに通してって感じで、でこのぐるぐる巻いたこの芯の部分ですね、ここに通して、ハサミ通してカットです。ギリギリでカットします。はい、こんな感じでつけれました。はい、こんな感じです。ボタンがつきました。それでですね、このベストなんですけど、実は初めてやった母直伝の編み方が
を、まあ、母直伝の編み方を初めてやったんですけど、前からこういう風な編み方できるよっていうのはベストとか編む時に聞いてはいたんですけど、今回初めてやりました。はい、ご紹介します。まあこれ、あのこうやってここうわまだピンが残ってた。これこの前身ごろからこれが左前身ごろから後ろ身ごろで、ここから右前身ごろ、これを輪編みでダーッと一気に編んで脇まで編んでいくっていうのはよくやり、まあなくはないですよね。ここの脇までずーっと輪編みで輪針で長い輪針で編んでいくっていうのはやりますよね。まあ一段がものすごく長くなりますけど、それぞれ後ろ身ごろ、右前身ごろ、左前身ごろって編んで、それからこうした方がいいのか、それから模様をこう合わせてってするよりも同時にこう合わせながらやっていけるんで、これはこれでこれだけでもとてもいいですけど、実はですね、ここです。ここ映ってますかね、ここ、これが私の初体験の編み方がここにあります。これ見えるかな、もうちょっと編みカメラを近づけた方がいいな。ここです、ここ映ってますね。ここをここに、大体はもうここで大体これ棒針編みですけど、棒針の場合はこの前は両サイド一緒に編んだとしても、ここで必要こう減らし目の中の休み目部分を針休めに休ませて、そこから編み分けでこうやって減らしていくと思うんですね。でそれから出来上がったら、ここから目を開ってガーターの縁を編むと思うんですが、これ実はですね、身ごろを編みながらガーターも作ってます。で問題はここの脇の部分です。脇の部分、これですね、これ本当に母直伝です。母曰くこういうやり方をする人は方言でおらんと思うよって言ってました。私が考えたんだって言ってました。これこれはガータがあんまり多く取ってません。 1,2,3 山です。だから作り目に 2,4,6,7 段ぐらいしかありません。ですからこれもで、ここは隣に裏目が来るようにしたんで、 1,2,3,4,5,6,6 しか6目でのガーターしか作ってません。でここの脇ですね、まず最初にまあ脇、ここ脇まで何センチって決めてますよね。それの手前、これだと 1,2,3,4,5,6,7 段手前ですね、脇のくりの7段手前で、これ休ませる目、一気に減らす目の数ほど、裏で裏編みを編んで
ガーターをここからもう始めてしまいます。ガーターを始めます。それで表編みますよね。ずっと表が来る。で次裏の時に、これは6目ですから222と増やしていったんですけど、例えばこれ8目だったら332とか、こうとにかくこの休ませるセル目プラスあと3回でぐらいで、この幅にもよりますよ。3回、私の場合これ6目だったんで、休み目分をまず裏で作って表きました。今度裏で2目追加で裏を編む、2目追加で裏を編んで裏で、またここで2目追加で表を編む、でまた2目追加でこの作った2目プラス休み目分2目プラスまた2目で表で裏で残りの2目を増やして2目休み目分2目プラスする2目で、この状態になったら表に来た時にもうここで3回に分けてここのガータ部分はできてますので、この最初に作った休ませる目、これを伏せ止めします。表で伏せ止めです。1,2これ私はこれ1,2,3,4,5,6,7,8 4目4目で8目休ませてるんですけど、表部分前身頃分は4目、後ろ身頃分は4目で、ここで8目伏せ止めしてます。そうするとでここから、初めて編み分けになります。私の場合というか、まあ、まずこういうやり方でいくと、まず後ろ身ごろを編むようになると思うんですけど、それでですね、ここ後ろ身ごろだけ考えたら4目休ませて、あと2段おきに1目を何回とか、1段おきに2回の2段おきに何回とかって、こう製図でここの減らし目が出てきますよね。ここ普通はここで減らすんですけど、これをガータを編んでその隣の目で製図通りにガータの隣で減らし目をしていっていくんです。これここで1つ減らし、ここで1つ減らし、そしてあとはガーターからガーターまで両サイド同じよ、あと要領ですよね。こうやっていきます。そうするとこうやってちょっと近すぎ、こうやって見ていただくと分かるんですけど、これ全然自然にここ目を取って編んだガータではないんですけど、全然全く不自然じゃなく、こういうふうにガータの縁ができてます。これすごいと思いませんか。もう一回説明します。休み目分裏で裏目を作る、まあだから裏で表編みをするっていうことですね。で表が来て、次休み目プラス両サイドで必要な数裏目を作ります。で表が来てまた増やします。表が来てで、とにかくこの端に、このガータの縁
のメーカー、両方のメーカー図プラスここで減らす、一気に減らすメーカー図をができたら、表でここで一気に減らす分を伏せ止めにして、それからこのガーターを編んだ隣で減らしていきます。こういうやり方です。で、こういうふうに自然な脇のガーターの縁ができます。はい、こんな感じです。こうよく母はこのやり方を、赤ちゃん誰かしら、身内でも知り合いでも赤ちゃんが生まれたら、母は赤ちゃんの、ちゃんちゃん子って言いますけど、ベストとソックスと帽子と何かととかって5点セットでプレゼントすることが多いんですけど、そのベストを編む時に、ちゃんちゃん子を編む時にいつもこのやり方をするんですね。で、今回よくよくこれまではこうしてああしてこうするとできるよっていうのは聞いてたんだけど、ふーんで済ましてたんですけど、今回はよくよく教えてもらって、それでやってみました。ちょっとこれ目が緩んでますね。まあいいや。はい、そういうわけで、これ前身ごろから後ろ身ごろ、前身ごろ一気に編んで、ガータの縁も同時にその流れで作っていくという、母直伝のオリジナルの編み方です。やってみてください。はい、以上です。